笑っていいとも in 花巻。さて、笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で、花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは株式会社松田製作所取締役松田春樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいなんか目がクリッとしてて、なんか優しそうな笑顔ですねそうですか。はい、お送りした先ほどの曲が E ガールズのごめんなさいのキッシングユーだったんですが、はい、E ガールズお好きなんですか？そうですね、最近車の中とかで、はい、こう聞いたりしますね、はい、なんかダンスも真似したくなっちゃったりとかさすがにダンスはしますけど、そんなことはないはい、はい、会社がですね、花巻市の下仁田内に、はい、あるんですけれども、さて、小学校中学校高校はどちらの OB でしょうか？小学校中学校宮の目で、はい、高校が花巻東ですね。はい、花巻東、今年の夏はね、岩手県の大会はちょっと残念で、そうですね、残念でした。本当にもう残念がってる人大勢いたと思うんですが、やっぱり OB としてはすごく気になっちゃうんじゃないですか、毎回花巻東は。そうですね、最近ね、注目されてるので、余計気になるところですね、はい、ちょっと嬉しいですよね、後輩が活躍してね、そうですね。高校の後は一回岩手県の外出られてるんですよね。そうですね、はい、仙台の方に、7年ぐらい、はいはい、住んでました、ね、はい、でお仕事された後で戻ってこられて、はい、実家でこの松田製作所さんやってらっしゃるんですけれど、はい、やっぱりいつかは自分もここで継いで働くんだなっていう気持ちはやっぱりずっと持ってたんですか？そうですね、もう、結構小さい頃からそういう感じでは考えてました、はい、おじいさんが初代作って、そうですね、はい、だから3代目になるわけですよね、そうですね、はい、ではここで質問です。松田さんの趣味を教えてください。はい、趣味は釣りです。はい、はい、今はタイを釣ってます。タイ、はい、いいですね。私もタイ釣ってみたいですが、ニジマスとか釣り堀でしかあまり釣ったことがないような感じなんですけれど、いつ頃から始めたんですか？はい、仙台から花巻に帰ってきてからなんで、はい、5、6年前くらいからですね。20代の後半。20代の後半からです。でもちろんタイだから海ですよね。そうですね。どの辺で釣るんですか？青森の湾内とかタッピの方とか、あの辺ですね。タイって釣るの難しいですか？かかるときはかかるし、釣れないときは全く釣れないので、初心者でもまあ釣れるときは釣れる感じですね。でもじゃあそれちょっとタイとの勝負というか、あと気候とかいろんなものとの勝負 で、ね、今までに釣ったことのある一番大きいタイは、大きさはどのぐらいでしょう？大きさは76センチとかそのぐらいですかね。76センチってかなり大きくないです？そうですね、でもまだまだ小さい方というか、はい、もっと大きいのもいますので。います、1メートルぐらいとか。そうですね。いやー、でも釣り上げた時すごい興奮したでしょうね、きっとね。そうですね、やっぱり嬉しかったですね。こういうのって魚拓とか撮ったりするんですか？いや、魚拓は撮らないですけど、写真撮って、ああ、なんか顔の横でそうですね、そんな感じ。こういう魚ね、釣った後ってどうするんですか？さばくのは自分ですか？自分でもさばいたり、父親がさばいたりとか、いろいろですね。じゃあ釣り行かれるとき、お父さんも一緒に行かれることが？そうですね。親子でそうやって共通の趣味持って、また切り替えもできて、なんか楽しそうですね。そうですね、親子で行けるの結構楽しいですね。いろんな魚がいると思いますけど、タイのなんか独特の感じなんですかね、はい、釣り上げた時の醍醐味とか、釣るまでのとか。そうですね、タイ、独特の引きがあるので、やっぱり面白いですね。いや、76センチのタイ釣り上げるって言ったら、相当な重さでね、引き上げるまでにもかなりね、結構時間かかりますね。そこもまたワクワクの瞬間なんでしょうけどね。そうですね、やっぱり食べるのお刺身が一番美味しいんですかね？どうです？やっぱ自分は刺身が美味しいですね。その場でというか、その釣って戻ってきて陸に上がって食べたり、何かさばいてとか持って帰ってですか？もう持って帰ってきて、そうですね、家で夜に、はいはい、食べる感じですかね。晩酌美味しそうですね。そうですね最高の晩酌ですね、はい、では次の質問です。
松田さんのおすすめの花巻のお店はどこでしょうか。はい、グリーンデイズさんですね。はい、アウトドアのお店ですよね、うん、そうですね、はい、花巻市の上町のそれこそ、はい、今閉店ね、はい、しましたけれど丸海百貨店のちょうどすぐそば。そうですね、はい、前に店長の中里さんは、うん、この番組このコーナーにも出てくださったことがあるんですが、はい、お店のどういうところ好きですか。まあその店長さんが気さくなので、はい、うん、すごい話しやすい方なので、はいはい、うん、いつ行っても、うんうん、話してくれる、はい、いい店ですね、はい、なんかスタジオでもねニコニコと話してくれた表情今 ね、 ねちょっと思い出していましたけれども、うん、でもその街中にそういうね気に入ったアウトドアのお店とかあるので、うん、いいですよね。そうですね、はい、ということでおすすめの花巻のお店はグリーンデイズさんご紹介いただきました。アウトドア用品とか服なんかも T シャツとか。そうですね、はい、小物とか、うん、いろいろ扱っています。では次の質問です。好きな花巻の風景はどこでしょうか。そうですね、花巻祭りでのみこしとか出しとかパレードしてるような感じの風景が好きですね、はいはい、子供の頃から。そうですね、結構見に行くのは好きですね、はい、今何かで出てますか花巻祭りは。みこしの方、工業クラブの方で出てます。あ、そうするともう花巻祭り近づいてくるとあちこちで練習の音が聞こえてきたりとか、うん、街中も売ってるものが祭り関係のものとか増えていくじゃないですか、うん、結構そわそわします。うん、結構楽しみですね。そうですね、ですね。でやっぱり自分でみこしも出てやっぱり担ぐのが楽しいですか。提灯係とかほらいろんな係がねいると思うので、うん、担いだりするのはやっぱ楽しいかもしれないですね、はい、そしてその後の飲み会とか、うん、そうです ね、 はいね、花巻祭りもやっぱりね地元の人にとっては大事なね風景のお祭りだと思いますが、好きな花巻の風景は花巻祭りでのみこしとか出しとかパレード。はい、はい、ということで花巻祭りを挙げていただきました。では次の質問です。お仕事についても伺いたいと思いますけれども、はい、この松田製作所さんは精密板金加工、はいはい、これ板金っていう言葉だと一般的に例えば車の板金とかというイメージの板金っていう言葉を思い浮かべる人もいると思うんですけれど車とはまたちょっと違う。そうですね、はいはい、どういうものの。お客さんによってもちょっと違うんですけれども、はい、いろいろなカバー関係であったり、はい、その中に入る部品であったりとか、うん、部品も作られたりするんですね。そうですね、本当にいろいろなものを作ってます、はいはい、カバーっていうと例えば大きい機械とかちっちゃい機械の外側の四角いカバーとか。そうですね、はい、じゃあそれもそれぞれのオーダーに応じていろいろな大きさのものを作ったりとか、ね、はい、ああいう板金ってねその外側のカバーとかって本当にピッサイズ合わないとはまらなかったりってきっとあるじゃないですか、うん、あれって1ミリとかミリ以下ですかね。ミリ以下ですね、 0. 点何ミリの交差っていうのが入ってますので、はいはいはい、ね、そういうすっごく細かい世界をピタッと、ね、うん、合わせてオーダーのものを作るっていうのは、うん、すごく難しい熟練の技ですよね。うん、そうですね、うん、ちなみにいろいろなものをねカバーから部品から作ってこられたと思いますが、はい、今まで頼まれたものでちょっと印象に残っているちょっと珍しいものも作ってるんですよね。そうですね、はい、大船渡の漁師さんにですね、はい、頼まれてですねイカ釣り用の、まあ船につける、うんうん、器具というか、はい、うん、を作りました、はい、何か網を巻き上げたりとか何かロープとか、ね、何か巻き上げたりする。そうですね、イカは釣ったやつをこう巻き上げるような、はい、それって出来上がってるものじゃなくて、はい、大体こういうイメージ出て頼まれてそれを作るって、ね、はい、普段あんまりそういうものは作らない。うん、あんまりそうですね、はい、そういうものは作らないんですけれども。へ、うん、でもなんで内陸の会社に頼まれたんですかね。大船渡の方でなんかこう、うん、作ってるところがない、うん、今はないということで、はい、まあ、震災の後に頼まれた話、うん、そうですね、そうですね。じゃあそのイカ釣りの船自体も、うん、じゃあ震災で船とかももしかしたら、うん、流されちゃったみたいで。そうです、ね、あ、じゃあその後で再起してまた作って そうですね、それに乗せるための部品というか巻き上げる機械頼まれて、うん、そうですね、じゃあそれ出来上がった時すごい喜ばれたでしょうね。うん、そうですね。そうするとなんか作る方も
あのちょっと作りがいが、うん、あの仕事それぞれそうでしょうけど、ちょっと変わったオーダーで、そうですね、うん、楽しみながら作りましたね。あ、でもいいですね、あの、うん、ほらご自分もね、そうですね、釣りされるから、はい、じゃあちょっと何作っていて、そのオーダーの機械巻き上げたりとかいろいろ試しながらとか、ね、結構楽しかったです。楽しみながら本当に、うん、作らせてもらいました、ね、そういうのって納品はどうするんですか？その時はあの取りに来ていただいたので、うん、じゃあ見た時の顔とかおーみたいな感じですか？そうですね、その後にあの、はい、イカ釣りあの一緒にあの連れてってもらってあの使ってるところ実際見たりとか。どんな気分でした？うん、やっぱり嬉しかったですね。ね、うん、そうですよね、釣りが好きなだけじゃなく、それがね、うん、震災で大変だった方の仕事にも役立ってっていうことでね、うん、そうですね、なんかそういう体験もなかなかできない体験ですね。じゃあ一緒に釣りにも行かれたということでね、その船とのイカ釣り漁船で、じゃあ今もその機会はきっと今も活躍してるんでしょうね、うん、だと思います。はい、なんかすごく今いい表情でね、ニコッと笑顔を見せてくださりながらね話していますけれども、はい、では次の質問です。座右の銘、好きな言葉教えてください。はい、楽しくということですね。楽しく、はい、すごくねニコニコされてますけど、怒ることとかありますか？怒ることはあります。あります。ありますね。はい、楽しくっていう言葉選ばれたのって、やっぱり普段から楽しく過ごしたいなっていう。そうですね、うん、本当に楽しいのが一番かなっていう、はいはい、でも仕事してたりとか時にはちょっと嫌なことがあったりとか、うん、うまくいかない日も人間だからたまにはあるじゃないですか、うん、そういう時どうするんですか？意外とこうなんか違うことやっちゃうと切り替えができるかなっていう、はい、はい、あ、じゃあ結構気持ちの切り替えするの上手。そうですね、まあ、うん、はい、まあ忘れっぽいっていうか、そんな感じです。でもじゃああんまり引きずらない。引きずらないですね。でもそれも大事なことですよね。うん、いやすごくね、なんかニコニコの笑顔がすごく明るいので、はい、好きな言葉、座右の銘は楽しくということでね、はい、で楽しく過ごすのが一番ということで伺いました。あの話聞いているうちにあっという間に時間が来てしまいました、次のお友達のご紹介お願いします。はい、元宿果樹園の元宿義弘さんですね。はい、元宿さんって本に宿っていう字 で、ね、元宿さんというちょっと珍しいお名前なんですが、はい、元宿さんはどんな方ですか？花巻の農業を盛り上げるために本当に頑張っている方だと思います。はい、8月4日ご出演 OK ということで伺っています。さあ JC の皆さんはこれからは花火とかいろいろと忙しい、お手伝いとかもね忙しいんじゃないかなと思いますが、背中で花火を見たりいろいろ警備の仕事とかでみんな汗かいてね、やってくださるんですよね。じゃあこの夏もあのいい夏、いいビール、はい、そうですね、飲めますように。はい、はい、ありがとうございます。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいとも in 花巻、株式会社松田製作所取締役の松田春樹さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。